はい、皆さんこんにちは、村長です。今回はボーカルのハーモニーについていろいろ勉強しましょう。サムネイルの方ではジハモと書いていますけれども、このジハモというのはメロディーの違う音程を歌うことをジハモとか言います。これは昔の名残で、今は通常にハモリとかハモとかいうような言葉を使いますが、あーとかうーとかいうようなハーモニーのことをあーうーハーモニーとか、そういうような呼び方をする。これは昔からの名残のようなものでして、ジハモって言われたら歌詞をつけて歌うハーモニーのことを言うと思っててください。では早速 DAW の方で実践のお話をします。今ボーカル自身はメロダインで音程を直してあります。1番だけ直しています。ちょっと聞いていただきましょう。花夕はどこに咲く、雨風耐えて根を張って、私の夢の延べに咲く。はい、途中で止めましたが、まあこんな感じで直しています。で、直していない方はどんな感じかというと、2番、ここから見ていただいたら、僕はメロダインの最上位バージョンスタジオというのを持っていますので、このようにガイドメロディーを一緒に表示することができます。この銀色のものがガイドメロディーです。1番よりも随分違うところに音がありますよね。まあ一例としましては、これなんかがそうです。はい、ここなんですけれども、こういうふうに、まあ、本来は直していきます。でも今1番の方は直しているんですが、もちろんこれが基礎になりますので、まずは正確に音程を直す、ここがスタート地点ですので、これはちゃんとしてください。でも銀色がガイドメロディーだと言った割にはですね、銀色と違うところに音符があるように思いませんか？こういうところですね。これは何かというと、ボーカルのしゃくりです。はーんとこう上げるようなところですね。これを一概に上げてしまうとですね、曲調にもよりますけれども、全く味がなくなってしまいます。その他に注意する点としましては、こことここですね。これはしゃくりでもなさそうだし、ずれた感じがしていますが、メロダインではここの中のこの線の部分ですね、この今赤くした玉くりのことをブロブと言いますけれども、このブロブじゃなくってキュッと上がってる方です。もちろんこれはちょっと上がり足りないです。こっちは大丈夫ですよね。こういうところはやはり耳で聞いて上げすぎないことが大事です。こういうふうにですね、歌にはきっちり合わすとしすぎたらですね、いわゆるケロケロボイス的なボーカルになってしまいますので、そこらはさじ加減をだん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 経験で勉強していく、これが重要なことだと思いますが、でも初めはそれが分かりません。僕もそんな細かいことが分からない時がありました。それはしょうがないですけれども、だん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 訓練をして、正しい音程というのがきっちり合ってたらそれでいいというわけではないことも勉強をしていってください。今日はハーモニーの勉強です。このようにしてまず揃えました。皆さんにとって一番手頃で身近で、そして費用的にも手の届くところで簡単なハーモニーを作るソフト、いろいろありますけれども、例えば僕が初心者の人に予算が許せば、アイドトープのネクター3プラス、これなんかがボーカルの勉強、そしてエフェクトも含めたハーモニーをですね、勉強するのにはとってもいいソフトだと思っています。そこでこのトラックにアイドトープのネクター3プラスをインサートします。最初は一番簡単な部分からお話しします。テストに使っている曲というのは C メジャーの曲です。いわゆる波長調ですから、
このピッチというところでキーを指定します。波長調ですからメジャーですね、 C メジャーというふうに設定をしておきます。このロー、ミドル、ハイというのがありますけれども、これは通常はミドルでいいです。バリトンとかとっても低い音、そしてソプラノのように高い歌、そういう場合はこれを変更すればいいんですが、通常はこのミドルでいいと思います。そうしまして C メジャーというふうに設定しておいて、もう音はメロダインで合っていますので、このコレクションというのはする必要がありません。これをまたしすぎるとケロケロボイスになりますので、ピッチが合っている状態ではこれをする必要はありません。そしてここにハーモニーを追加します。このハーモニーというツールは一番上のオレンジの丸がメインのボーカルの音です。今はユニドンが左右にあるという状況です。これ片方のユニドンは切っておきます。バッテンで削除します。そしてこれを3度上のハモリにします。プラス3度、このようにして、あとは上に行くほどボリュームが大きくなり、後ろに行くとボリュームが下がります。これは後から適度にやればいいと思います。ちょっと1番のところループしておきます。そしてこれで鳴らしてみます。この状態では全部にかかってしまいます。まあそれはちょっといいとして、これで3度のハモリというのができるようになります。はい、これでうまくいったと思うんですけれども、耳のいい人はあれと思うところがあるはずなんですね。なぜかと言いましたら、この曲は後半の部分でここに E の音がシャープしているわけです。これでは C メジャーのスケール外の音があるということです。こんな時はどうしたらいいんでしょうか。もう一度ピッチに戻ります。この時にイレギュラーがある場合は、ここでもう一度キーに戻してメジャーじゃなくてクロマティック、こういう風にしておくのも一つです。あまりスケールのこととかがわからない方はこのようにしてください。そしてもう一度聞いてみます。はい、こんな感じで、あとはボリューム感とかステレオ感、もしくはこの3度をもう1個作るというのも一つです。例えばこの3度だけではなくて、下の3度も増やしてみましょう。マイナス3度を追加しました。このようにすると上下で挟んでハーモニーが作られます。このように使うのが初心者の人が一番簡単にハーモニーを作れる基本です。でもこれだったら一番全部がハーモニーがかかりますよね。そういう時はオートメーションでどこからどこまでかけるかというのを指定するというのも一つです。例えば B メロからハモリを入れるという場合はですね、どうすればいいか、このハーモニーの入れる切れる、これですね、この I のマークを押しますと
スタジオ1の左の上の方にハーモニーバイパスというふうになります。これをオートメーションとして手のひらツールをボーカルトラックに載せます。するとここでちょっと大きくしますね。このようにした後にバイパスオン、いわゆるかかってほしくないところをこのように上に上げます。そしてここがハーモニーが入るところです。またここからはバイパスしたいですので、このように上げるとハーモニーしなくなります。ちょっと手前から聞いてみましょう。私の夢の、はい、ここも真っ黒ですよね。のべに咲く希望の明かり、燃やそうと海を見つめる白い花、ああ浜遊の花。はい、このようにオートメーションと組み合わせて欲しい部分だけにハーモニーを入れるというようなことができます。でもスタジオ1のユーザーさんや特定の DAW ではオートメーションを書かなくてももっと便利にできる方法があります。それはどういうことかと言いましたら、ちょっとコントロール Z でいっぱい戻ります。このボリュームのオートメーションを削除します。パンも削除しておきましょう。はい、スタジオ1では例えば B メロの一部分に入れたいというようなことがありましたら、そこの部分をカットすればいいのです。はい、ここで切ります。そしてここまでハーモニーすることにしましょう。こういう時にこのボーカルですけれども、今このインサートを一旦外します。はい、そうしましてネクター3をここに入れればいいわけです。この時にオルトを押したらイベント FX を追加になります。オルトを離します。するとチャンネル全部に入ります。もう一度オルトを押します。このようにしてここにすると、ここの部分にだけネクターがかかります。ですから難しいことは考えないでイコライダーも一応切っておきます。そしてピッチを見ます。ピッチは先ほどと同じように C のクロマティック、これを確認します。そうしましてコンプも切っておきます。今はやりたいことはハーモニーだけですので、ハーモニーを選択します。そして先ほどもやったように3度のハモリを作ります。こちらユニドンは同じように下3度、これを選んでおきます。こういう感じで今選択しました。この部分にだけプラグインを挿したわけです。すると前から再生してもここにはハーモニーはかかりません。ここにだけかかります。ちょっと手前から流します。の先ほどもやりました復習ですが、こうやって入れるときにオルトキーを押しながらするとイベント FX という挿入の仕方ができるということです。覚えておいてください。まあここまでぐらいなら他の YouTube の解説動画にも説明があるんですけれども、ここから先本当はもっと高度なことができるんですけれども、それはあまり話されていません。これはどういうことかと言いましたら、ちょっと分かりやすいようにここで上のミディトラックを同じようなところでカットしておきます。そしてこれは今ガイドメロディーをミディで打ってあります。この部分ですね。そしてここは波長調ですので、これを
例えば3度上のハモリを作ってみましょう。ここでスケールは C のクロマチックもしくはメジャーを選んでおいても大丈夫です。そしてここでチェックを入れます。そうしましてこれを選択しまして、そして3度上のハモリを作ります。一番最後がミの音になっていますけれども、これをソの音まで上げます。これで C メジャースケールに合った3度上のハーモニーになったわけです。そしてこのまま3度ならこんなややこしいことをする必要はないですよね。これをちょっと聞いてみて変わったハーモニーを作ってみましょう。他のトラックミュートにしておきます。はい、このようになったわけですけれども、これ他のところに持っていきます。そしてはい、このようにですね、自分の好きなハーモニーを、もちろんスケール理論には基づいてないといけませんが、このように作るわけです。そうしまして、はい、じゃあ今度はMIDIの音符を使ってハーモニーを作る方法をお話しします。一旦ちょっとこのネクターは削除します。これはどうすればいいかというと、左の方の下の方にネクターがあります。これを右クリックで削除します。これでネクター3がなくなりました。この部分に FX を入れます。オルトキーを押しながらでしたね。このように入りました。これらは一旦切っておきます。ここでハーモニーをします。先ほどはここのピッチで C メジャーとかいうことをやらないといけませんでしたが、今回は MIDI の音符を書いてありますので、このピッチというところはする必要がありません。そしてここで MIDI のイネーブルというのを押します。はい。そうするとここに7番、8番というような数字が出てきました。そしてここで音を鳴らすんですけれども、その MIDI のトラック、ここですね。ここでネクター3を選択します。そうしまして、ここのところは全ての入力というふうにしておきます。そして今度はこの下にこういうのが潜っていますが、ここで1番というのを探してください。この1番のところに音が入ってきます。ですからここでちょっとループをしておきますね。これを動かすと左に行ったり右に行ったりします。右にやります。こんな形でMIDIの音符でハーモニーを作れるということなんです。これができればどんな風にでも自由にできますよね。一番簡単にちょっと変えるのというのは、これをオクターブ高いところへ持っていきます。そしたらすごく高い音でハモります。希望の明かりもここまで高くするとですね、声がちょっとおかしいっていう感じにはなりますけれども、こういうふうなことができるわけです。ということは、これを下に持っていきます。2オクターブ下に下げました。
そうすると希望の明かり燃やそうと、こんな感じの低い声になったわけです。ちょっとミディのやり方というのは難しいですけれども、もう一度おさらいをしますとですね、ここに入れた FX のネクターですね、そこでこの MIDI という項目の Enable というボタンを点灯させまして、そしてその MIDI トラック、ここですね、そのトラックでネクターを選ぶと、ここは全ての入力というふうにしておく。こうすればここに書いた MIDI の音符でハーモニーを作ってくれる。こんなちょっと自由度のあるハーモニーの作り方も覚えてチャレンジしてみてください。村長スタジオでした。